アルブレヒト・アヒレス、アルブレヒト・アヒレスと、ヒアンナ・アルブレヒト・一世、アヒレス・フォン・ブランデンブルク、または、アルブレヒト・アヒレスは、ブランデンブルク・アンス・バッハ編教博、ブランデンブルク・クルム・バッハ編教博、ブランデンブルク選定校、フリードリヒ・一世と、シモバイエルン・ランツ・フート校、フリードリヒの娘、エリーザベトの三男、ブランデンブルク・クルム・バッハ編教ヨハン。 ブランデンブルク選帝公フリードリヒ2世の弟である、1440年の父の死後、アンスバッハ公領を継承した。しかし、彼が抱いたフランケン公創設の計画は、特にニュルンベルクの抵抗によって頓挫した。1457年に、長兄のヨハンの退位を受けて、ブランデンブルククルムバッハ公領を相続した。また、1470年に、 時系のフリードリヒ2世も対すると、ブランデンブルク選定校くらいをも獲得した。こうして、フランケン地方におけるホーエンツォレルン家の前所領が、アルブレヒトのものとなり、当時の有力諸公の一人となった。フクエナのアヒレスは、後の教皇ピウス2世が授けたものである。彼は戦争司令官として、あるいは外交官として、政治上の活動を続けた。 彼がブランデンブルクの統治権を手に入れた後、1472年に年来のポンメルンとの戦争終結に成功した。1473年に法エンツォレルン家の家内法としてディスパザテオ・アキレアを策定した。これはブランデンブルク選定校領の分割について文書化して定めたものである。この文書は選定校くらいについて、 その時の最年長の息子だけがこれを継承することを定めた。同年、アルブレヒトはブランデンブルク選定校くらいの第一、相続人として、長男のヨハン・ツイツェロを指名した。1460年にアンスバッハを宮廷所在地と定め、1469年には絶賢ドルフの霊園であったトリースドルフを獲得した。トリースドルフは、 後にブランデンブルクアンスバッハ編教迫の仮場となる1486年マクシミリアン一世をローマ王として選出することとなるフランクフルトでの帝国会議で重病に倒れたその後回復できないまま1486年3月11日にこの地で亡くなった同年6月19日にハイルスブロンの修道院教会に葬られた 医療は三人の息子に分割相続され、ブランデンブルクは、ヨハンツイゼロが、アンスバッハは、フリードリヒ二世が、クルムバッハはジークムントが相続した。1445年に、バーデン編共白ヤーコップ一世の娘マルガレーテと結婚。1457年10月24日、ザクセン選定公フリードリヒ二世の娘アンナと再婚。ありがとうございます。